便秘に効くお茶。腸が正しく機能するには、一日蓋の水を飲むこと、そして排便を促す効果のあるお茶を飲むことが大切です。食生活が原因で便秘気味の方は、ぜひ今日の記事を参考にしてください。定期的に排便ができないと不快なことはもちろん、痛みをもたらしたリボーマン感や様々な問題をもたらします。 今日は便秘に効くお茶をご紹介します。便秘って何原因は便秘とは、通常の排便がない状態や排便時に便が完全に出ない状態を言います。便秘は以下のようなことが原因でなりやすくなります。栄養不足、食べ物繊維の少ない食物を食べる、活動的でない生活、エクササイズ不足、水分不足、 ストレス、習慣の変化。また蒸気以外に、次のような状態が引き金となって、便秘になる人もいます。甲状腺疾患、肝臓の病気、腸閉塞、妊娠、閉経。便秘の症状は、次のようなものが挙げられます。瓶を出し切ることができない、肺便痛、瓶が乾いている、硬い、下腹部の炎症、 排便が不定期、4日に1回など、便秘に効くお茶とは、自然の恵みを利用して、便秘を解消することは可能です。便通を促進する効果のある植物は、便秘解消に効果があります。便秘を解消することで、体内の不要物を排出し、蓄積している毒素が引き起こす病気を予防することができます。 健康な体を維持し、毎日の排便活動が必要です。排便は努力せずともできることで、瓶は柔らかいのが普通です。そうでなれば便秘であるということです。一日蓋の水を飲むこと以外に、以下のような便通を促進する効果のある茶を2から3杯飲みましょう。フラックス。 フラックスシードは数日間摂取するだけで便秘に効果があります。材料。水、1カップ、フラックスシード、大さじ。作り方。お湯を3分間ほど沸騰させ、火からおろしてフラックスシードを入れます。その後数分間冷まし、すして飲みます。甘みが欲しい方は、蜂蜜を少し加えましょう。 できたお茶のうち一杯は朝食前、もう一杯は午後に飲みます。これを一週間続けましょう。オートブラン。オートブランは排便を促し、便秘を予防します。美味しいので取り入れやすいでしょう。材料。水、1カップ、オートブラン、大さじ。作り方。 水にオートブラウンを入れて火にかけます。5分間ほど沸騰させましょう。その後火からおろして冷まし、すしてから飲みましょう。ネトル。ネトルは様々な効能のあるハーブです。そのうちの一つに腸を刺激し排便を促すというものがあります。材料。ネトルの葉。 一握り1分、水、1カップ。作り方。ネートルの葉を15分ほど茹でます。火から下ろして十分ほど冷まし、すしてから飲みましょう。グラスに入れ1杯は空腹時に、5、2杯は食事の後に飲みましょう。アロエベラ。アロエベラは慢性的な便秘に効果があります。材料。 アロエベラ、手のひらっぷん、水、2カップ、レモン汁、レモン1月2日コップ。作り方。アロエベラを水に入れて火にかけ、数分間沸騰させます。火からおろし、ブレンダーにかけます。レモン汁を加え、冷たくなってしまう前に飲みましょう。空腹時にカップ1杯飲み、 昼食後もしくは夕食後にもう一杯飲むことをおすすめします。ゼニアオイ。様々な効能を持つゼニアオイは便秘にもよく効きます。材料。ゼニアオイの葉、一握り1分、水、1カップ。作り方。10分間沸騰させた後、火からおろしすします。 1>, 1日3回まで飲みましょう。体内の毒素を排出し、食べ物の消化を良くします。オリーブ。オリーブの葉は腸のトラブルに効果があります。材料。水、2カップ、オリーブの葉、大さじ2。作り方。5分間沸騰させた後火からおろし、5分以上冷まします。 すしたものを2杯、空腹時に飲みましょう。さらに効果を求める方は、火にかける前に鍋にフラックスシードを大さじ2月2日杯分を加えましょう。飲んだ後すぐにエクストラバージンオリーブオイルを大さじ1杯直接摂取すると良いでしょう。バーベナ。バーベナには抗炎症作用があり、鎮痛薬、鎮刑薬、 便秘薬としても利用できます。便秘や炎に大変効果があります。ただし、甲状腺機能更新症の方にはおすすめできませんので気をつけましょう。材料。沸騰したお湯、1カップ、バーベナの毛、乾燥、小さじ2。作り方。お湯を沸騰させ、バーベナの毛を入れます。 その後十分ほど冷まし、すして飲みましょう。1日に杯まで飲むことができます。リコリス。リコリスは胃粘膜を保護し、胸焼けを予防、腸の機能を調整します。リコリスは体液貯留や高血圧を引き起こす可能性がありますので、長期間継続して摂取することは避けましょう。材料。 乾燥リコリス、小さじ1、水、1カップ。作り方。15分間沸騰させた後、蒸らしましょう。1日1杯飲むことをおすすめします。大箱。大箱は粘液質に富み、慢性的な便秘におすすめです。効果を十分に引き出すには水をたくさん飲むことが必要となります。 水を十分に飲んでいない場合は、超閉塞を引き起こす危険があります。